こんにちは、菅原ワールへようこそ。番組をナビゲートする菅原誠です。今回もよろしくお願いいたします。だいぶ盛岡の方もですね、暖かくなってきました。多分関東の方に比べたら全然寒いんですけど、ちょっとこう春物を買ってみようかなという気分になってきました。まあ、そんな中でですね、今回も、スペシャルゲスト、またすごい人を呼んで、今回の菅原ワールを楽しんでいただこうと思います。今回のゲストは、トレメッツォ PT ジャパン社長コバコと小林さん、あと、岡崎のセレクトショップオーナーグローリーガイの、スグルさんです。どうぞ。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ようこそ盛岡へ。ありがとうございます。どうぞどうぞ。はい、失礼します。はい、失礼します。今回はちょっとね、盛岡到着して意外と寒い。寒いですね。意外と寒いということでですね、今日はちょっと温まっていただこうということで、まあちょっとワインを飲みながら。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。以前からですね、この二先輩方にはですね、いつもと僕が東京に行ってちょっと寂しくしていると、おい飲み行くぞって言って、美味しいところに連れてっていろんなことを教えていただいてるんですね。まあ、そんなちょっと兄貴的な存在のお二人をですね、この菅原バールに呼んで、ぜひちょっとトークをしていきたいなと思いまして、今回お呼びしました。あれはすみません。まあ一応我々の共通点っていうところでいくと、イタリアファッションっていうところになるとは思うんですけど、お二人のイタリアファッションのこう楽しさというか、なんでイタリアファッションなのかなっていうところをちょっと教えていただければなと思うんですけど、小林さんいかがですか？特にメンズの服っていうのは、やっぱり誰しもイタリア人も含めてなんですけど、イギリスに憧れ、でもやっぱりイタリア人のこの自分が洋服を使って人にこう訴えかけるというか、表現する最大の手段が洋服だと思うんですね。はいはい、でどちらかというと、同じヨーロッパの中でもイギリス、行かれた方は分かるかもしれないんですけど、本当にこう表に出すというよりも、服自体がその暮らす形式を表すような表現方法の違いなんですけども、非常にいいものをたくさん、メンズの洋服ってのはイギリスが発祥であって、はい、確かにイギリスの行ってかっこいいなと思うんですけど、はい、あそこまでガチガチのスタイリングでいると、だからこうすごくそれに反発するような人たちが、若い人で生まれてきたりとか、だから昔で言うと、ビートルズなんか一番有名どこで言うと、そういう人たちが反逆心を持ちながらも、でもそういうものを尊敬陰ではしてると思うんですけど、表現方法としてもっとこうあっていいじゃないっていう反発から生まれたものっていっぱいあると思うんですけど、イタリア人もっと単純にいいじゃん、もっと楽しくしようよみたいな、そういう部分っていうのが非常にやっぱり見てて楽しいですよね。それかな、それが一番やっぱり、よく日本人で見た目が全てじゃないって日本人よく言いますけど、イタリア人って見た目が全てだよみたいな、そういうこう軽いノリがやっぱりすごくいいですよね、素直にできるっていうのが。はい、もうやっぱりモテたいとか、なんかこう思われたいっていうのは強いですよね。ありますね。そういう単純ですごくいいところが、僕もイタリアファッションってすごい大好きですね。日本人にはね、すごく分かりやすいと思います。そうですね。そうですか。スグルさんいかがですか？いや、もう同感ですね。同感ですね。もともとね、やっぱりイギリス そのクラシックなスタイルが好きで、はい、車も当時やっぱりローバーっていうか、オースティンなんですけど、イギリスだ、で、趣味の車も MG で、飼ってる犬もウェスティって言って、やっぱり小さい、ウェストハイランドホワイトテリアっていう、白い犬テリアなんですけど、で
お茶も結局紅茶じゃないですか、はいはい、お酒はワインじゃなくてスコッチみたいな、うんうんうん、なんかこうイギリスってなんかこう一つのこうルールみたいな形が、まあ、日本人が勝手にねそれはあの勝手にこうイメージしてるっていうものかもしれないけど、うんはい、何かそれを崩せないっていうところがやっぱりどうしてもあったんですよ、うんうんうん、でやっぱりそういうスタイリングで女性口説けないですよね。そうですよね。もともとやっぱりあのイギリスの、まあ、それこそハケットとかやっぱり大好きで、それこそイギリスの、まあ、所在のものが多かったんですけど、イタリアのファッション知り合ったら40過ぎてからなんですよ。でそういう面でその40代の時に何を着たらいいかって考えた時に、これ20代の時はサスペンダスって結構こうクラシックな格好してたんだけど、やはりもうちょっとそれが嫌になってきたんですね。これだと人生楽しめないんじゃないかということで、でまあちょうど40過ぎにそうイタリアファッション知り合ってから、はい、スケベになりましたね。本当にそこ重要ですよね。そこですね。だからもうそれからはもう命かけようと、まあ、なんで、まあ、そんな感じでこう今日はいろいろお話をお伺いしていきたいなと思ってるんですけど、今回のテーマなんですけど、はい、男の下半身を支えるっていうですね、そういうテーマでちょっと、トークしていきたいなと思ってますんで、はい、よろしくお願いします。はい、それではですね、下半身下ネタトークをですね進めていきたいと思います。やはり下半身といえば、男の下半身といえばイタリアファッションでやっぱり重要となるのはパンツ、まあ、このパンツやっぱり PT01 っていうところがやっぱりイタリアのこうパンツメーカーのまあ第一人者と言ってもいいと思いまして、今回はそれで小林さんをありがとうございます、来ていただいたんですけど、今回こういろんなこういう番組とかホームページとかブログとかで今年の PT01 は、こういうシルエットでどころこのブランはこういうのが提案でっていうのはなんかいろんなところでやってるので、なんか今日はやはりそのここまで来るまでにすごく苦労されたストーリーがあると思うんですね。その辺をちょっと小林さんに聞いていきたいと思います。僕の会社トラメットが13年前にスタートしたんですけど、ちょうど49の時なんですけども、ちょうど僕の会社スタートした時もレディースからスタートしたんですけど、たまたま僕が取り扱ったブランドが、大体のブランドがみんなメンズとレディース両方やってるブランドだったんですね。で最初の3年間レディースだけをやってたんですけど、はい、そろそろ男のものやれよみたいな話で、うんまあ、当然自分も男だから男のもの好きだし、はい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 、じゃあって言ってその時スタートしていたバグッタっていうシャツのブランドのメンズもスタートしました。はいはい、それからマロっていうニットがあって、うんうん、そこの、ファミリーがやってるジェフ・ジェームスっていうブランドで、うんうん、それもメンズもあったんでメンズもやりました。はい、パンツがないよねっていう話になって、パンツをいろいろとこう探したんですけど、当時はまあ名前出しますけどインコデックさん筆頭にもうほとんど一強みたいな状態で、他のパンツメーカーが入り込む余地ってのはもうないっていう。で当時のパンツっていうのはイタリア行くと必ず言われたんですけど、お前グレーのパンツ何本持ってる、もうグレーだけでいいんだよパンツは、で綿のパンツはベージュだけやらいいだろうっていうのが彼らの主張で、それ以外何の癒しってあんので、そういう中でもう女もやってたせいか、何にみんなメンズやってる人ってそんなガチガチのことばっかりやってんだと思って、でたまたま PT っていうブランドをやるっていうのも新しいパンツのブランドをやりたいんだけどって、日本に来た人間がいて、その人間が、まあ、各当時メンズでいろいろやられてたエージェントの方に声をかけて、はい、全部断られたんですって。あ、こんなの売れるわけねえだろ、パンツなんてそんな余計のもいらないし今あるメーカーだけ十分だと、はい、でイタリアに彼は帰りました。でさあ困ったどうしようっていう時に、たまたま僕のイタリアに住んでる友人がいて、はい、こういう人間がパンツブランドやろうって言うんだけど会ってみない言われて、
会ってみようかなって行ったんですよ、うん、さあ なんか気があったんですね、うん、当時僕はもうイタリア語の絵の字もわからない全く喋れない状況だったんですけど、はいはい、名前なんていう名前でやるのって言ったら、いや名前まだ決めてないって。で決まってなかったんですね。決まってなかった、はい、英語で COVR って英語読みでカバーなんですけど、はい、イタリア語でコーベルっていう会社 で、ね、まあ、ずっとパンツも作ってたメーカーなんですけど、まあ、クラシックな鳴かず飛ばずのメーカー、うん、で僕はあんまり知識なくて、うん、まあ、すぐさんが当時からご存知だったようなんですけど、はい、全く知らなくて、はい、さあ名前はCOVR、 全てをひっくり返して新しいことやるから、うん、反対にして反対に読んでリーボックにしようって言ったリーボックはないんじゃないのっていう話をして、はい、そうか、うん、っていう話になって、でそれから2ヶ月後にピッチーだったんですけど、はい、ピッチーの1ヶ月前に電話があってすごい名前が決まった、はい、PT01 で PT0 の、はい、どう思うって言う、何なのそれって言ったら、要は PT はパンタロン、パンツですね、はいはい、パンツの PT、はい、で、トリノにある会社なんで、うん、パンタローネトリノ、トリノのパンツメーカー、はい、パンツのメーカー、それのナンバーワン、はい、もしくはパンツがまず最初なんだよっていう01っていう意味を込めて PT0 のってどうだっていう、いいじゃんそれ、うん、ってなって、はい、で名前が決まったんですよ、はいはいはい、でまあ後でお話しますけど、すごく意味合いの、深い名前で、うん、トリノってのは菅原さんご存知だと思うんですけど、はい、もともと約150年前に、うん、イタリアが統一国家になった初めての、首都がトリノなんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。だからトリノの人っていうのは非常にこう悪く、よくもあるも気ぐらいが高い人たちで、パンタローネトリノっていうことに対してすごくこう、誇りを持つというか、うん、そういうのがあるんで、うん、僕たちはよくわからないよ、うん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 、そういうのを含めて PT0 ウノっていうのは非常にいい名前だなと思って、うんうん、でプラス今村は先ほどお話したようにパンツって主役になりうるじゃない、うん、だからそういうプライオリティも含めてパンタローネトリのパンツの一番目に来るよ、男のワードログの一番目、うん、っていうことも含めて01なんですよ。あ、すごくね、いい名前だと。いい名前ですね。そこから全ての考え方が出てきて、例えば一般的にメーカーさんがパンツをやるときに何とかの1番とか2番とか、A の2番とか3番、大体そうやりますでしょ、はいはい、そんなことやったら分かんねえだろ、うん、もっとパンツに個性を持たせよう、うん、だから、PT のパンツには全部名前がついてるんですよ。だからこのパンツはモデル、はい、まこちゃんとかモデルセグルさんとか、はい、そうしたら忘れないだろう。そうですね、町の名前つけたりとか。そうそうそう、なのでなんだっけ、3番っていうモデルどんな形だっけじゃなくて、うん、あ、パンタローネまこと、あー、わかったわかった、うん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 、やっぱりそういうふうにやっぱパンツもあるべきだと思うっていう、うんうん、その発想から来たのがいろんな意味での PT の名前の由来と、うん、ものを作っていく上での考え方の根源ですよね。いや、本当にいい名前ですね、うん、僕一番最初やっぱ買ったのがシルバッチーノ、はいはい、これも本当すごい名前だなって。12万です買ったの。いやいやいや、安い、はい、あれもなシルバー、あれはね、3年目かな、3年目に、うん、はい、今の社長の、まあ、若社長ですけど、彼が、ね、純銀のボタンをつけたら変かなってなって、うんうんうん、バカじゃないのお前って話になったんですはい、はい、でその時にやってた、ディレクターのマリオマランっていうのが、うん、ちょっと待って、これひょっとしたらすごく面白いかもしれないっていうのは、うん、当時フランスのね、パリのなんてお店が忘れたんですけど、メンズショップで、はい、いろいろ PT をやっていただいてるお客さんのところでこうずっと名簿を見てたんですって、うん、したら当時のオバマ大統領の名前がいっぱい出てきたんですよ、うん、で何これ、うん、バラコーダム、うん、オバマ、はい、これって大統領のオバマ、
大統領になる前に来て買ってた、うん、で PT ばっかり買ってた、うん、あそうですか、それすごい使えるよねってなって、うんうんうん、あまりにバカバカしいかもしれないけどここのフライフロントここのにとか全部シルバーにして付属もでリアルシルバーをつけてカシミヤのこういうガーメント袋に入れて、はい、でこれをもう世界中の、例えばバイオリン人のトップの人とか画家のこういう世界のトップとか、うん、ファッションフォトグラファーのどういう人とか、うん、そういう世界で認められたやトップの人たちにこれも渡そうって言って、うんうんうん、大統領のところにも送ったんですよ、うん、そしたら今度アメリカでオバマスタイルって言って PT が大々的に取り上げられたんですよ、うんうん、そういうこう、まあ、反則効果もすごくあったんですけどそういうふうになんかこう血のパンツってアメリカ人ファッションの根本、うん、根底というかすごくベースになるものに純金のボタン付属を全部つけちゃうっていうそのバカバカしい発想なんだけどもそのぐらいその何ですか血のパンツっていうことに対して敬意を込めるっていうかそういうことも含めてその象徴たるところのホワイトハウスに送ってオバマさんに履いてもらうっていうのはねやっぱすごい発想だと思ってそれがシルバチロ全部あるっていう具合が初めて知りました、ね、でもなんかそのうちの社員も知らないの今日はね要はそういう素晴らしい出会いがあって、うん、そのまあその名前も決まってない状態から、うんまあ、日本でサンプリングをして、そこにこう古いお客さんでつぐるさんみたいな方がこう来られたと思うんですけどこうお客さんとしてこう最初ですか、ね、いやお電話いただいてただあの電話で話してる声が心地よかったもんですから、うんうん、お話聞いてあでその時にさっきちょっとお話出たんですけどコーベル社トリノのコーベル社、まあ、カバーって当時扱ってたんですよ扱ってたというか、はいはい、その前ですねそれこそ今インコテックスとそのコーベル、うん、あと、まあ、当時マビテックスとかっていうブランドもありましたけども、はい、すごくその中では個人的には一番好きなパンツだったんですよ、うん、でもうその時にはちょっともう代理店さんがなくて手に入らなかった時だっただけにそのタイミングだったんですね、うんうんうん、でそのコーベルトリノのコーベルって言った時にああと思ってじゃあぜひ見に行きたいなって言ってだとき、まあ、それが初めてなんですけど、ただ今言われたように PT0 のその時のコーベルとは全く違うものでしたけどねすごくカラフルでまさかパンツでこういう表現をされてるっていうのはもうちょっと衝撃的でしたよね、うん、その PT を見た時そうですよね、まあ、でもやっぱりこのパンツ革命というか本当にこうイタリア人はパンツからこうパンツがメインでパンツをかっこよければ、まあ、古いジャケットでもなんとかかっこよく見えるとやっぱりイタリアファッションをスタートするならまずパンツを買おうと、うん、でパンツ揃えればそれからお金貯めてジャケットでもいいかなっていうのを僕もその当時すごく一生懸命お客さんに伝えてこれでどん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 みんな、最初はこの P2T201って書いてるのは 何ですかみたいな話だったんですけどそれがだん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 こうやって広まっていきましたね。イタリア語を知らない方でもあれで覚えたんじゃないですか PT0 ウーノって言ってね数字を、ね、まあ本当に今 PT0 ウーノってこう誰もが知ってるブランドになって本当に、まあ、今回のテーマじゃないですけど男の下半身を支えるブランドになったかなと思ってるんですけどここからのまた、このオリンピックもやってくる東京でどんなこう PT0 ウーノをこう日本中に伝えていきたいのかなっていうのは最初にねイタリアのまあ心の人間に言われたのはここはパンツってすごい大事なんだ分かってるよだから何って言ったらいやいやジャケットを今脱いでるじゃん暑いから、はい、シャツも着てるよね、はい、でも、まあ、ちょっと暑かったら、まあ、シャツ脱ぐよね、うん、パンツ脱がないだろパンツは本当にプライベートな空間以外では絶対脱がないよね、まあ、そうですね。そのぐらいパンツっていうのは大事なブランド、まあ、アイテムなんだよ、うん、
ジャケットみんな大事なんだけど、うんうん、まず最初にパンツがなかったらスタイリングってのは成立しないんだよ、そうですね、っていう言い方をされたの、はい、なるほどね、うん、そりゃそうだよね、はい、そうですよねこんなあれでパンツを脱ぐ時って特別な時ですよね、そうそう、好きな下ネタの話いや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 、それは鍛えてこないといけない時だよ ね、 ね、毎日寝るためにね、でいろんな可能性を考えながらどんどんいろんな展開をしていくっていうことは今後もちろんやっていきますし、ドレスラインはドレスラインで一番中心ですけど、それ以外にやっぱりハワイ行くときはこれがいいよね、でもヨーロッパのリゾート行くときはこういう雰囲気がいいよねっていう、なんかこう楽しみながらそういうことをするメーカーでありたいなっていうふうに僕も育ってほしいし、いいですね、いやなんかそのうんちくまでこうちょっとユーザーの皆さんも分かって、うん、それで履いていて、うん、こう女の子に突っ込まれた時にそれ語られるってあのかっこいいですよね、あのさらっと 前にね PT はこうフロントボタンが多くてはい、はい、昔カラーっていうモデルカラーボタン、はいはいはい、あれはねすごく単純なの、はい、なんでいちいちめんどくさいこんなボタンやんのよさ、いやもっと大事にしようよ、ゆっくり脱いでゆっくり履こうよ、挟まないし、ね、楽しもうよってね、それでトイレ行くときに間に合わないじゃんってよく言われるんですって、いいじゃんそれも楽しめば、うんうん、で、向こう人間がカラーボタン1個ずつ全部色の違うボタンを書いて、はい、食事をしてたんだって、うん、チラッと見えるじゃないですか、はい、うん、見えますね、女のせい必ず言われるんだって、何それドキッとしますここ見ながらドキッとしますなんか、はい、そういうこうちょっと遊び、そうですね、そういうものはやっぱり常に持たないと、うんうん、普通にただいいのっていうのはもう今当たり前だし、はい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 、そういう楽しいストーリーを持ってるようなブランドで今後もやっていきたいなと思ってます、ね、うん、あ、いいですね、わかりました、じゃあ我々もちょっとよろしくそういうのをあのお客さんに伝えれるようにですね、はいはい、頑張りたいと思います、はい、ありがとうございます、ちょっと今まで PT01 のストーリーを聞いてきましたけど、やはりちょっとぐらいパンツの話をしましょうか、ちょっとだけどうぞあの弊社でこう、はい、今推しの PT01 をですねちょっとご紹介したいと思います、まず初めにこのクルト、はい、これは本当に前回こう、ショールームで今のデザイナー の、 あのドミニコさんがいて、はい、あの一押しされたんですけど、本当に なんていうんですか、このストレッチが入ったあのナイロン 厚手タイツみたいですね、厚手タイツみたいなやつですよね、うん、よくこうスポーツブランドとかアウトボードアブランドで出しているようなあの素材っていうんですか、そういう素材を使ってその PT01 のシンプルなスラックスラインを職人さんが作り上げたっていうモデルになるんですけど、なんか要所要所にこういう ね、 そうですね、それポケットがあってちょっとこう、うん、コインとかチケットとか、このままランニングもできるんじゃないかなっていうくらい、できそうですと、ここにこうなんか携帯電話か 何入れるのかっていうさっきあの小林社長に聞いてもわからないと思いましたけどうちに来るお客さんってあのドクターが多いんですけど、うん、ドクターがまとめ買いをしてったんですね、うん、もうジャージのように履きやすくて、うん、でもやはり外来のお客さんとか会う時もあるんでスラックスっぽく見えて、うん、でかつ汚れづらい、うん、でシワにもなりづらい、うん、で、洗濯もできちゃうんですよね、できます、もう最高ですということで、やっぱりそういうこう、スポーツの生地にこうスラックスであるっていうのは、まあ、見た目どんなお客さんに会っても、失礼もなくて、でかつ働きやすいっていうのは、まあ、素晴らしいモデルになってたのかなっていう感じがします。お医者さんに下ろしましょうしまったな、うちもやればよかった今日ちょっと僕も履いてるんですけど、本当に履きやすくて、まあ、楽ですよね、あの皆さんにも楽で、すごくシルエットも綺麗で、本当にあの、ドレスパンツみたいな感じ、ね、そうですね、はいはい、そんな、新しい商材と、もう一つコロニアルパーティー、はい、これはあれ合コンって意味ですか
パーティーですね。パーティーですから。コロニアル。社長。楽しく解釈していただければ。でも楽しそうなパンツですよね。うちもこれやってるんですけど。まあ、ちょっと麻とコットンの混合のタイプで、まあ、今流行りのこうドミニコさんが履いてそうなこうちょっと太いラインで、ツータック、ツータックですね。ツータックですね。でここが、なんて言うんでしたっけ、ね、なんかこう今もともとあれですよね、スミズーラとかにあったそうですね、はいはいはい、ストッパーですけど、こういうのを使って、まあ、これでこうちょっとこう上品なニットとか、まあ多分 T シャツとかポロシャツとかでもこれから合わせてもすごくかっこいいんじゃないかなと思います。色もいいですね。あ、そうですね、ちょっとこう色もせっかく並んでるんで、まあベージュ、これなんかキャメルですか。いや、向こうがちょっとこうオフベージュみたいな、ね、オフベージュですよね、ホワイトに近くて、はい、それはもうちょっとやはりまあ、ベージュっていうかキャメルっぽい、ね、はい、やっぱカーキー、今年の色ですよね。これはあれですか、スグルさんの。いや、もうこの3色やっておりますので、やってるんですか。あのうちでもグローリー以外でも。あ、本当ですか。じゃあ皆さん、あのうちで売り切れればグローリー買いに最初でも大丈夫です、はい、よろしくお願いします。まずこっち、はい、せっかく来たん で、 そうです。こちらはちょっと扱っておりませんので、はい、申し訳ございません。こういう説明になると話がないんですよ、あんまりちょっと短いですけど、そんな感じでパンツの説明はですね、終了したいと思います。菅原靴店、靴屋ですから、しっかり靴の話をですね、ここからしていきたいと思います。お二人は業界の中でも靴好きな小林さんと瀬古さんってお伺いしますんで、今回ちょっと2つのテーマに分けまして、プレミアムスニーカー、まあラグジュアリースニーカー、あとやっぱり去年からずっとこうスリッポン、スリッポン要は紐なしでスパッと履きやすいっていうシューズですね、このアイテムをピックアップしたのを紹介したいと思います。ですね、こちらが今日私もちょっと見えづらいんですけど履いてるんですけど、アルベルト・グアルディアーニっていうメーカーなんですけど、もともとナポリの会社なんですよ、アルベルト・グアルディアーニ。これがこうマーク、トレードマークのマークなんですけど、イタリアではオンリーショップが30軒ぐらいだとあるんですね。で本当に要は高級ハイブランドのブランドで、ジローラマさんが大好きで、ジローさんにこの靴いいよって言われて紹介してもらったのが最初だったんですね。この PT のパンツぴったり、そうですね、今先ほど紹介したクルトとかにもぴったりなので、まあ、ここが軽いの、軽いですか、マジックテープになってて、まあ、今回この赤いところがちょっと入ってくるっぽい感じのも一つのおすすめなんですが、もう私とジロさんとかもすごい一押しするのは、実はこれシークレットソールが入ってるんですよ。なるほど。はい、これで4センチ。あ、4センチもある。でこちらも大人気なんですけど、同じアルベルト・グアルディアンのシンプルなスニーカーなんですけど、こちらなんと5センチ。へえ。なんでちょっと持っていただくと、こちらの方が少し重みあるんですけど、目線が変わります。で去年もうちのホームページで紹介する前にバババババって売れちゃったんですよ。形もいいよね。そうなんですよね、はい、で日本で取り扱っている店舗さんがものすごい少ないです。伊勢丹さんぐらいでしかあんまり見たときない。みんなそういうふうになってるわけ、ここのはスニーカーのは全部、あ、そう、はいはい、なってます、ね、なんでちょっとやはりより足を長く見せたいじゃないですか。そういった場合にこのインソール中にシークレットが入ってるっていうのはすごく、次に、スペインですね、有名なマグナーニ。でマグナーニっていうと大体オパンケって言いまして、こう革靴でスーツ用のでここにこうサイドをこう手で塗ってある、はい、多いんですけど、そちらで今回これも
一応別注してきたんですけど、もともと展示会場には茶色のモデルしかなかったんですけど、オールホワイトで別注したいということで、パンチングですね。パンチングになってる、はい。でもここのレザーがもうエルメスさんとかグチさんとか、まあフェラガモさんみたいな超高級なカーフを使って作ってるんで、まあ、履いた時のこの足当たりとかもすごくいいですよ。スニーカーでもすごい色っぽいね、これ。そうなんですよすごく、はい、こういうところのデザインとかちょっとこう、まあ、もともと色っぽい靴作ってる、ね、そうですね、ここで色っぽい靴を作ってるので、うん、白スニーカーでも上質なものを履きたいっていう方にはおすすめです。あとですね、これが、まあ日本では上陸が多分昨年ぐらいから始めてきたのかな。デニム、はい、カルセっていうブランドなんですけど、まあ、デニムを使ってまして、かかとがこうイントレチャートになってるんですね。でこれも、イントレチャートをタンポナート、要はパティーヌみたいなやつですよね、はい、グラデーションかけて。これどこの？スペインなんですよ。あ、スペインか。スペインなんですよ、はい、スペインの靴、先ほどマグナーニもそうですけど、コストパフォーマンス優れてまして、これまだあまり誰も知らないブランドなんで、なんとこのイントレチャート使って3万円です、ね、お値段もお手頃になってます。で、スニーカープレミアムスニーカー最後の、これはトスカーナの靴なんですけど、うちのオリジナルで、ペルノイネームでやらせてもらってます。でもうまず革質の良さっていうところが、一つおすすめで、まあ本当に、スーツ用の革靴に使う素材で、ステッチもなくノーステッチで、全部仕上げてもらってます。これガラス加工してるの？いや、これは塗りです。職人さんが一人一人一回一回これ塗り込んで、このアンティークを仕上げて、結構ちょっとこうガラスっぽい光沢が。そうですね、全くこれガラスではないですね。ペルノイって靴もやってたんだ。やってます、はい。昔のね、ポケットチーフ。そうです、そうです、そうです、はい、そこから始まったんですけど、今はうちのオリジナルの靴にこの名前をちょっと使わせていただいてます。まあスニーカーこんな感じで、まあまだまだいっぱいあるんですけど、一部をちょっと紹介させていただきまして、次にスリッポンの方ですね、これはカンパニーレ。ああ、懐かしい、はい。こちらは結構有名なメーカーさんで、これもイタリア。今回の菅原靴店のテーマはやっぱり革靴なんですけど履きやすいというか、長距離を歩けるっていうところをテーマにしてまして、ラグジュアリーなんだけど、底材はスニーカーソールみたいな、そっか、はいはい、を使ってるんですね。なんで通常だと歩きにくいもんね、こういう。そうですね、で帰りもいいですし、歩きやすくて、でこの気に入った理由としてはやっぱりこの片押しの感じがものすごく高級そうに見える、うん、リアルな感じですね。20代の頃よく入ったのカンパニーで。あ、本当ですか。やりましたもんね、すごい。あるんだね、まだね。あるんですよ。で次は、まあ、王道イギリスクロケット&ジョーンズに今回、別注しました。キャビンディッシュ別注なの？別注でキャビンディッシュ、キャビンディッシュです。はい、フォーイン社のコード版で仕上げたキャビンディッシュ。これは何別注したの？これあのあれですね、そのコード版、コード版キャビンディッシュっていうやつだよね。はい、そうですよね。うちもそれはやってるんだけど、コード版なんだよね。はい、長年愛用していただけるというのと、やっぱコード版独特なこのワインレッドの色を楽しんでいただきたいなと。またタッセルでやったところがいいね。そうですね、ボストンツーグルじゃなくて。そうですね、あのローファーでやろうか迷ったんですけど、やっぱりタッセルの方がちょっと、またちょっと見え方違う。そうですね、スケールがね、広いですね、はいはい、本当に、はい。で、こちらがうちに久々に入荷してきた、これもスペインになるんですけど、カルミナ。このデザインがものすごく僕感動しました。一番かっこいいなと思いまして、ウィングチップにでスリッポンっていう。なるほど、
美しくないですか。綺麗、はい、今の気分だよね。これ特にまた履くとまた雰囲気違いそうだね。これ見てるのとまたすごく細そうに見えるんですけど、うん、意外と履いてみるとそんなに窮屈じゃなくて、うん、包まれる感じがすごくあります。ここのやっぱりその形って結構浅くない、うん、ここが多分エロいんでしょ。そうです、浅いよく見えるんですけど、うん、ピタッときますよ。あ、で、まあ、グッドイヤーで革は、アノネを使ってで、やっぱコバを軽みなギリギリまで攻めているので、うん、まあ、そのシャープさを出すっていうところが、うん、やっぱり、普通のイギリスのちょっとこつい靴に比べると、うん、ここはでもグッドイヤー得意だもん。得意ですね、はい、古いところですからね。で、こちらも先ほどあったこのカルセ、スペインの靴の、革靴の方ですね。でビットモカシン、やっぱ今年、うん、去年ぐらいからやっぱビットをまたちょっと気分、違うメーカーですけど仕入れてます。あ、やっぱですね、気分になってきたので、うん、ここはおすすめとしては要はボロネーゼ、袋縫いになってるんですけど、うん、袋縫いで、ビットを作ってまして、でやっぱり値段がリーズナブルです。3万5000円で、ボロネーゼっていうところなので、これも各色あるんですが、あえてちょっと今日はグリーンを、うん、今年のちょっと気分なグリーンの色ですね。じゃあ秋にはボルドーを作る。いいです ね、はい、スペインもいっぱいあるんだね。スペイン結構今全然わからない。最近頑張ってます ね。マヨルカ島のあたりとかは本当グッドイヤーの工場が多くて、はい、意外とちゃんと真面目なあの工場がすごくいっぱいあるんですね。で多分物価と賃金が安いのか、全然もう値段が、あと革が安いんですかね。そうですよね、そういうんですね。で最後に、マグナーニの、なんかイブニングラインっていうやつで、ちょっとやっぱりうちこういうツヤっぽいのは大好きなので、カモフラっぽい。そうですね、はい、あえてタキシードにこの遊びのカモフラを持ってきたりとか、舐めるよりは履きやすいかもしれない。はい、あとはタキシードに使えて、普段、ブラックパンツとかデニムとかにも合わせても、かっこいいというところで、さりげなく、要はこれはちょっとベルベット風にこう仕上げてます。一応起毛させてる。起毛させてるんですね、はいはい、洗いをかけてこういう柄にしてるんじゃなくて、起毛させてるんです、ね、そうなんですよ。私はもうイタリアの靴もイギリスの靴もどっちも好きなんですけど、やっぱりそのの良さがあると思うんですよね、やっぱり。僕もね、これのスウェード買ったんですよ、最近。この秋、去年の秋ぐらいにね、はい、だからなんか急にイギリス靴が履きたくなる時もあるんだよね。昔も全部イギリスの靴ばっかりだったんだけど、うんうん、その今また磨いてちょっと履こうかなって気分にもなってるし、まあファッションの一緒ですよね。今英国調ですもんね、ファッションの流れが英国調だから、そういうのが出てきますね。そうですよね。なんかそんな中にこうガチガチイギリスに行かないで、ちょっと僕はなんかモードを入れ込んでいくのもなんかいいかなっていう、おしゃれかなっていうところですね。さすが靴屋さんですね、はい、ちょっとうち靴屋な靴屋ですよね、はい、そうですね、よくわかんないですけどやろうかな。まあそんな感じで今回のこう靴のラインナップを、はい、紹介させていただきました、うん、ちょっと気になるね。いろんなことをお二人にお伺いしてきましたけど、菅原バルではゲストの方にですね、最後に一つ、モテ技っていう、こういうことやるとちょっとモテるよっていう技をですね、まず小林さんから教えてください。なんだろうね、昔ね、僕の先輩のおじさんに、はい、すんごいバカなことなんだけど、二千円札ってあったでしょ。ありましたね。まさに二千円札いつも持ってろ、うん、今でも持ってるんですけども、はい、例えば東京だと、うん、麻布でご飯食べる、六本木で食べる、まあ、どこでもいいですけど食べる、
じゃあねって言った時に、じゃあそこから渋谷の最寄りの駅行くとか、うんうん、どこの駅行くっていう時に、うんうん、1000円のタクシーって心もとないんじゃないですか。1100円になっちゃうかもしれない、はい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 、1000円の次5000円じゃ上げすぎだし、1万円で多すぎるし、1000円はちょっとっていう場面って結構あるんですよ。で2000円上げるとそこでまず買い場生まれ、そうですね、うわーすごい、久々見た、初めて見たとか、でそれを上げると嫌味にもらう額じゃないし、で大体それみんな使わないで取っとくんですよ。いやそれは素晴らしい、結構ね面白い、もうそれだけでこう、はい、そこでまたいろんな話題が生まれるし、うん、なんかねそういう変な技っていうかね面白いなって。さすがですね、遊んでますね。いやちょっと大プレッシャー、大プレッシャーですけどはね、これしかないかなっていうのが一個あるんです、はい、僕は、はい、いいですか、はい、フラしかないですね。え、あフラね、フラフラフラこれフラフラフラを習ってるんですよ。本当スグルさんフラダンスを実は全然イメージ違うんですけどね、はいはい、いやうちの今レジスの店が一軒ジョン・カナイがやってるんですけど、うんうん、半分をスタジオにしてあったんですよ、うん、うちのカナイがまあ踊りが大好き で、まあ、今ズンバとヨガとストレッチとフラの教室をやってるんですね。でもともとフラっていうのが男なんですよね。あの宗教的なものだから、要するに選ばれし男がその神様に、要するに儀式の時に踊るのは選ばれし男だけなんですね。だからそういうもともとフラのやっぱり歴史があって、じゃあ別に男がやったっておかしくないだろうということ で、うんうん、で結構すごいですね、汗かくぐらい、汗かくぐらいですね、もう、うん、っていうかもう要するにスクワット状態で1時間半ずっと動くわけですからね。どんな格好してやってるんですか。いや格好はいやあの裸じゃないですけど、あの普通のトレーニングウェアみたいな感じで。ふさふさはやんないですか。いややらないですよ。なんかあのイベントがあればいいけど、はい、それが目的じゃないから、モテるためにやってるわけでしょ。モテ技だから基本的にだから一石二鳥なところがあって、はいはい、やっぱり下半身強化なんですよ。でもともと中腰でそのスクワット状態で背筋伸ばすじゃないですか、うん、と腹筋背筋がいるんですよ、うん、で姿勢を伸ばせって言われるんですよ、はあ、でそこから手の動きがこっから上なんですよ、とこの辺についてくるんですよ、ええ、全身なんですよね。それが僕のモテ技です、うん、やった方がいいですよ、やった方がいいです。今日あれですね、これから温泉行くじゃないですか。風呂の中でやる。教えましょうか、じゃあ。はい、いや男3人でやってもちょっと変ならないと思います。まあ、2人のこのモテ技、今回もですね、素晴らしいモテ技をですね、お伺いしました。あの皆さんもぜひ、このモテ技真似してみてください。汗が出てくる。はい、今回のテーマはですね、男の下半身を支えるということで、皆さんだいぶ支えられましたか。ちょっとこの男3人に支えられてもね、ちょっと微妙ですけど、まあね、あのちょっと宣伝になるんですけど、手前味噌なんですけど、あのなんと今年の9月1日にですね、仙台店をオープンすることになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。でテーマが今のテーマと一緒ですね、男の下半身を支える、じゃフラ教室フラ教室ですか、はい、お店、まあ、徐々にですね、うん、お店ということで、いつでもやってください、はい、コンセプトは多分世界初になるとは思うんですけど、靴とパンツのお店、になります。こう下半身に来るまでバッグとかも下に来るじゃないですか、まあ、なんでこっから下に来るものだけのアイテムを取り扱うお店を、やる予定です。当日1日の方はですね、前回出ていただいたゲスト の、 星葉さんと、坪内さんにも来てもらってですね、トークショーも、行いますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。今回ありがとうございました。いいえ、とんでもない、こちらこそ、はい、ありがとうございました。今日その最後のこうちょっとエンディングに入る前ですね、いつもこちらバー S さん使わせていただいてるんですけど、震災前は宮古って場所に、岩手の沿岸の方にお店がありまして、その際に津波でほとんどバーが流れてしまったんですけど、まあ、あちらにあるグランドピアノがですね、奇跡的に沖にあって、でそれを
復活させて、そこから盛岡に来てこのバー S っていうのをオープンして、で素晴らしいあのステレオとかもありまして、本当に心地よい雰囲気で、有名なあのアーティストさんも来て、あの聴き演奏会もありながら、あの楽しく、お酒を飲んだり、今度そういう時にね来たいです。そうですね、僕はよく食事に行って、飲んで帰りにコーヒーだけ飲んで帰るとかっていうこともできる素晴らしい場なので、ぜひ皆さんもですね、盛岡にあの菅楽店に遊びに来ていただいて、その後この食事をしてバーエスさんに遊びに来てみてはいかがでしょうか。それではですね、長々とありがとうございました、はい、ありがとうございます。あの今回いろいろ紹介させていただいた商品もですね、あの菅楽店のサイトの方で、購入できますし、もし、弊社で、完売してしまった PT-01 はグローリー会社の方でお願いします。他にありますので、ぜひ皆さん、これの動画を見た後ですね、いろいろチェックしていただければなと思います。じゃあ、 長々喋ったんで、これから温泉に行ってですね、あの疲れを、まあ、だいぶメンズの展示会も終わって、そうですね、オーダーも流しましたからね、はいはい、もうしっかりオーダーしましたね。しっかり反省会を含め、いきたいなと思いますので、はい、ありがとうございます。、はい、じゃあ、皆さんに、視聴者の皆さんにいつもチャオでお別れしてますんで、はいはい、よろしくお願いします。じゃあ、また、次回の菅原バールも楽しみにしてください。それではチャオ、 チャオ、ありがとう。アルベリッチ、もう一回か、違う。